テレアポをやってみたっていう話もね、したかなと思うんで、して,してないかなテレアポをしてみたっていう話をね。えー、テレアポで普通にこう、電話で QR コード決済を売るっていう仕事を、えー、させていただきまして、えー、ちょっと縁があってね、そのテレアポをしてる会社があったから、あその、っていうか、まあ、その私が今手伝,って手伝ってるアクトプロっていう会社が、そのホールセンターをやっているんだけど、その、 そこでね、テーアポーズ責任者が今、ヨギさんだから <laughs>、そ、そこで、えー、知人がね、こう、だか友人が責任者であろうといいことに、えー、職業体験みたいなふうにね、させてもらって、えー、実際に物を売ってみたんだけど、あれもね、すごい面白かったね。このコンピューターのシステムで次々に電話できるようになっていて、えー、それでまあ、 えー、QR コード決済起きませんかみたいなことで電話していくっていうね。それで、まあ、アポイント取るまでが仕事っていう感じ。テレアポ、ザテレアポっていう感じの仕事だったけれども。あれもまあ、いろんなね、えー、こう、仕組みとして面白いかなと思って。えー、まあ、理屈としてはあー、その、QR コード決済とかっていうのを、こう、えー、置くのがめんどくさい人向けに、こう、そういうのを説明してあげると。あで、それ、それの営業をするっていう感じなんだけれども。まあ、えー、 なんてラコ、まあ、迷惑とかっていう人もね、結構いる中で、えー、あれがどういうようなねその、社会的意味があるのかなとかっていうこともね、考えながらやってたんだけど、えー、まあ、そのやる側の理屈としてはあ、あれっていうのはその市場の円滑化であって、えー、こう、なんか、あこれがあいいんだというかね、えー、要するにこの市場、 需要というのを関係していくことっていうのは、その素晴らしいことなんだということ。で、やれる側としては、ま、電話かかってくるの迷惑だとかね、そういうような話で、特に病院とかね、えー、そういうのは結構忙しいそうだったから、そこにかけるのちょっとね、あの、なんていうか、あ気が引けたところもあるんだけれども、うんまあ、それでもね、一つの仕事として成り立っていることなので、えー、すごい、えー、体験できて面白かったです。まあ、今後ね、やっていくかどうか、ちょっとね、連続3時間とかってのは結構厳しいんだけど、実はアポイント1件取れましてね、えー、それも制約につながるとね、いいなって思っております。えー、まあ、いろんな仕事ね、 ななくやっっててみるっていうのは大事かな特に1回目、2回目っていうのは、ね、すごく学びが大きいんで、うん、で,きるできるだけ、ね、多くの仕事を体験してみたいな,なんていうことをね、それでその社会っていうのはどう成り立っているのか、そういうのを勉強、ね、していきたいなと思っております。はい、そんな感じですね。